同調の話ですね。同調、面白い本があって、これ栗田先生ですね。速読の速読で有名な方ですけど、栗田正弘であってますよね。栗田正弘先生、まあ本が100冊近くは多分出てるんですけど、共鳴力の研究っていうのは、これはまあ読書、速読が速くなります。まあそれ以外の方法も、それ以外のことでも書いてあるんですけど、まあ、言ったら合宿とかに来て一緒に練習すると学習の速度が上がるっていう話なんですね、うん、実際塾の人の話なんかでも、似たようなことを僕は聞いたことがあって、まあ要するにその人がある場所に集まっていると同調するわけですね。でそれによって、生徒の成績の上がり方、学習の速度自体が変わるってことなんですよね、うん、でも普通に考えたらその同調してるんだから生理周期が一致したり、ね、あくびが一致したり、するんだからそれぐらい起こってもおかしくないだろうっていう話なんですよね、うん、で先ほどの動画でも言ったんですけど、その順序の問題っていうのがあって、うん、あくびするとあくびがうつるじゃないですか。あくびするとあくびがうつるんですけど、そのあくびがうつるから同調するというよりかは、ホメオスタス同調してるからあくびがうつるんですよね、うん、ホメオスタスレベルでこう同調してるから、まあ、動作が似たりあくびがうつるっていうのは多分一部なんですよ。一部、うん、なんか それ用っていうことではないというか、うん、生理周期のみが一致するっていうようなものじゃなくて、こうバンとまずざっくり同調してるんですよね。人と人とが同調してるっていうことがあって、だから何が言いたいかというと、勉強だけか何も変わらないとか、その運動能力とかもそうですけど、それだけが完全に切り離されてるっていうことはないと思うんですよね、うん、例えばすっごい強い部活動に入ったら自分もこう引っ張り上げられるとかね、うん、もちろんそれでも個人差は出ますよ。個人差は出るし、その中でのなんかこうそのいろんな人間関係によって落ちこぼれみたいな人が、出てきたりだとか、人によってやっぱ抱えてるものとかが違うし、その場ではそれだけかもしれませんけど、人間が持ってるコミュニティっていうのは、家庭もあれば、その塾もあれば、学校もあれば、部活動のところもあれば、なんか実業団属してる人は実業団とかね、学校行ってない人でも、どっか、なんか習ってるとこだったらいっぱいあるでしょ。複数コミュニティがあって、いろんな同調の仕方があるんで、こんな話は単純じゃないんですけど、単純に語るなって言われたら、まあそうなんですけどね。先ほどの本の面白いのは、まあ、読書でも同じことが起こると、うん、だこれを広げていけば、例えばスポーツで何か足を速くするとか、僕が狙ってるのはそうですけど、それ以外のことでも応用できるんじゃないかっていうことなんですね。あとはこう考えてほしいんですけど、自分自身がものすごいシンプルですよ。なんか体調不良とか嫌な気持ちになったとか、なぜかここは心地いいんだっていうことは言葉で説明できないけど、同調の部分があるかもしれないってことですよね、うん、自分の過去を振り返って、中学校1年生2年生3年生とか、僕だったらな、中学校3年生の時のなんていうか教室の期間っていうんですかね、なんとなく全体の雰囲気というのは今まで自分が経験した中じゃ一番良かったんですけど、先生が良かったですね、うん、その場の支配者、ハイパーラポール、ハイパーラポールまで行ってないでしょうけど、まあ、言ったらその場の支配者である先生が非常に今までの先生とは違って空気が良かったんですよね、うん、だからその教室でのその気の循環というか、まあ空気が良かったんですよ、うん、当然教室にいるとホメオスタスレベルでの同調はあるでしょうから、まあ少しは関係あったんじゃないかなと思ってます。もちろんそれ以外にもいろいろありますけどね、うん、僕と同じ教室にいても嫌だった人がそれはいるでしょうけどね、うん、という話でした。